はい、じゃあ今日は牛肉、タケノコ、ピーマン焼きそばを作ってみたいと思います。まずは最初にピーマン。ピーマンはヘタを取って、中の種を取り出します。で、この状態でピーマンを押しつぶします。ピーマンがちょっと膨らんでるので、それを押しつぶして平らにします。で、端から細く切っていきます。押しつぶしたピーマンだとこんな感じでですね、多分綺麗に切れるんじゃないかなと思います。これは今細く切ってるんですけど、ここまで細く切れないっていう人はもうちょっと太くても大丈夫だと思います。できるだけ細く切ってみてください。で、これ今回はタケノコ水煮を使います。水煮はこんな風に切っていきます。下の方はだいたいこれで5ミリぐらいでしょうかね。で、5ミリぐらいにカットしたら、今度はこれを重ねて細長く切っていきます。で、上の部分はですね、とても柔らかいので、上の部分だけこうやってちょっと大きめにザクザクザクと切っていきます。どうしてもこの後炒めたりすると崩れちゃうので、上の部分はこんな感じに切っていきます。ではこれから炒めていきます。まずは焼きそばです。焼きそばは電子レンジでですね、2分ぐらい温めたものをフライパンに入れてます。その方が簡単にほぐれるからそうしてます。で、油を引いて何も入れずに、まずは焼きそばを炒めて、全体が温まったところで水をこれ 50cc 入れました。で、この焼きそばは3食パックになってるのを3食分今入れてしまいました。それで 50cc で、軽く塩コショウします。これはね、もう味がついてないでもいいですね。本当に薄くちょっと下味をつける感じで、軽く本当に塩コショウをしてます。で、これが焼きそばが焼けたところでもうこれは完成です。で、次牛肉を焼いていきます。これ牛肉がね、買ったのがたまたま 250g のパックだったので、その分入れてます。で、ここでお酒を入れます。だいたい50から 100cc の間ぐらい、まあ、適当に入れて、よくお酒と牛肉を混ぜてください。で、先ほど切ったタケノコは水煮にして、匂いとかを取ります。タケノコは1回それで沸いて汚れが取れればそれでいいんじゃないかなと思います。で、今度はタレですね。薄口が 30cc、 みりんが 150 で、オイスターソースが大さじ1杯になります。それをよく混ぜておきます。で、牛肉をまず炒めます。で、いつも言う通りフライパンを煙が出るまで温めて、そこで油を引いて肉を入れると、こんな感じでくっつきません。で、肉が焼けたところでタケノコを入れていきます。で、ここで薄く塩コショウします。これも薄く塩コショウで大丈夫です。で、タケノコが温まったところでピーマンを入れて、先ほどのタレを入れます。分量的にはちょうど良かったようで、牛肉が250、タケノコが水煮のパックのが1個で、ピーマンがこれが4個だったかな。で、先ほどのタレを全部入れました。で、水 100cc に片栗を大さじ2杯で、これを少し溶いたものを少しずつ入れていきます。全部入れちゃうと多分多いので、様子を見ながら少しずつで、加熱していくととろみが出てくるので、少しずつ入れて様子を見てください。で、ちょっと水っぽかったので、今後から少し足すと、ほんのちょっと今足しただけでもうこんなカチカチの状態になってきてしまうので、ゆっくり様子を見ながら、水溶き片栗粉を入れてください。で、水溶き片栗粉を入れたらですね、最後一回沸騰するまで温めてください。そうしないと片栗粉の粉っぽさが残っちゃうので、こんな感じにします。で、もうこれで完成です。先ほど焼いた焼きそばをお皿に乗せて、今の牛肉タケノコのあんかけを上にかけます。で、牛肉タケノコのがね、もし味が薄かったら、オイスターソースをほんのちょっとずつ足して、見てください。はい、じゃあこんな感じで乗せていきます。焼きそばの方に、炒めた牛肉タケノコを乗せるだけなので、思ったより簡単にできるんじゃないかなと思います。ただ、こういう炒めるのっていうのは、思ったよりこの火加減だとか炒め方によってだいぶこうタレが煮詰まっちゃったりなんだりっていう難しさがあるんですけども、だいたいこんな感じでですね、うまくいくとかなり美味しい牛肉焼きそばができるんじゃないかなと思います。
はい、じゃあこれで完成です。いただきます。これで牛肉ピーマンの方がですね、あんかけになってて十分味もできてると思うので、この焼きそばの上に乗っけただけでですね、多分美味しく食べられると思います。味の濃さはさっき言った通り、薄口30、オイスターソース大さじ1、みりんが150。これでもし薄ければ少しずつオイスターソースを足していくような感じで味を見てください。焼きそばに乗っけてますけど、これ焼きそばに乗っけないでちょっとレタスを引いてこの牛肉たけのこを乗っけたりするともうこれで夕食になったりするんじゃないかなと思います。もしかしたらお弁当なんかに入れてももしかしたらいいかもしれないですね。そんな感じでですね、思ったより簡単にできて多分これ美味しく食べられると思うので、もしよければやってみてください。ではまた。